アンドレアス・プリンツ・フォン・ザクセン・コーブルク・ウンとゴータは、ドイツ・中林原リンゲン地方の、旧諸公ザクセン・コーブルク・ゴータ公爵家の課長。ザクセン・コーブルク・ゴータ公爵家課長、フリードリヒヨシアスと、その最初の妻のゾルムスバールと伯爵夫人、ビクトリア・ルイーゼの間の一人息子として、カーゼル・ゴルーツィヒの、カーゼル城で生まれた。両親はいとこ同士だったが、 アンドレアスが生まれて3年後の1946年には離婚した。1949年、ベルヒテスガーデンに駐留していたアメリカ占領軍の将校、リチャード・ウィッテンと再婚した母と共に、ママ父の母国アメリカ合衆国のニューオーリンズに移住し、当地で教育を受けた。1965年、ベトナム戦争に際して、徴兵機秘のためにアメリカを出て、 西ドイツのコーブルクに移った。1966年から1968年にかけて、兵役によりオイティーンチュートンの第6戦車偵察大隊に配属された。その後、林業関係企業の実習生を経て1969年から1971年まで、ハンブルクの林業専門学校で学んだ。1971年6月18日、 ハンブルクにおいて、工場経営者の娘カリン、ダーベルシュタインと結婚した。この結婚は、公爵化課内法に定められた、対等結婚の規定に反する規制結婚であったが、父フリードリヒヨシアスの承諾を得たため、家督相続の検知からは、正当な結婚と認められた。1998年に、父の死により、家督を相続し、現在は、バイエルン、チューリンゲン、 オーストリアなど各地に公爵家が所有する森林や多くの上官、辞書を経営している。スマカリンとの間に二男一女を設けた。ありがとうございます。